今回は藤井六冠の無双の強さを解説します。藤井六冠の強さを語るとき、天才とかすごいという言葉を使ってしまう。どうしてもボキャヒンになってしまうんですよね。今回はですね、天才、すごい、この言葉をなるべく封印して解説していきましょう。さて、棋王戦五番勝負、藤井六冠がですね、3勝1敗で制してこの棋王のタイトルを獲得しました。藤井さんは五冠から六冠に、そして二冠だった渡辺明さんは二冠から一冠に渡辺名人ということになりました。これ一局からこうやって見ていきますと、先手後手で2勝して、3局で先手で敗れて後手で勝ったということになります。で、杉本八段、まあ杉本師匠とお話をしましたら、この第3局に注目していました。この第3局の終盤戦、ご存知の方多いと思いますけども、ある手を打った瞬間に藤井さんがですね、うわーっとうなだれたんです。対局中にうなだれることなんてそうないそうです。なぜならば、その手は失敗だったということを相手に知らしめてしまうからですよ。しかし彼はうなだれた。なぜうなだれたかというと、杉本師匠によれば2つの手が藤井さんにはあったはずだと。 A と B の手、 A の手を打てば終局、つまりそれで詰んでたそうです。 B の手だとまだ続く。で、藤井さんはどの手を選択したかというと、 A ではなくて B の手を選択した。で、打った瞬間に間違いだったことに気づいて、あーとうなだれてしまったということなんですね。これで敗れていくわけなんですけども、負けたんですけども、この負けでむしろ藤井さんの強さを実感したんじゃないかというふうに杉本師匠は見てるんですね。その実感した相手が渡辺さんです。なぜ勝ったのに彼の強さを実感したか、もっと実は渡辺さんはこの第3局楽に勝てたんですって。ところが楽に勝たせてくれなかった。それでやはり、うわ、やっぱり藤井さんっていうのは天才はダメだね。藤井さんっていうのはすごいもダメだ。藤井さんというのは末恐ろしいなというふうに思ったんではないかというふうに杉本師匠は分析してましたね。まあこれで6つ目のタイトル獲得しました。タイトル確認していきましょう。2020年の7月、棋聖、17歳11ヶ月、これ最年少でした。王位は2020年の8月、18歳1ヶ月、これも最年少。2021年の9月、叡王、19歳1ヶ月、最年少。そして2021年の11月に竜王、去年2022年の2月に王将を獲得して、昨日2023年3月19日20歳8ヶ月で棋王を獲得、6つのタイトルを手中に収めたということになります。しかしこの6つのタイトル以外でやはり彼の無双の強さってわかるんですね。ちょっとこちらご覧いただきましょうか。まあタイトルは6つ獲得しました。これ史上2人目、羽生さんに次いで2人目なんです。これはもう皆さんご存知の通り。しかしながら同時に2022年度というのは一般棋戦でも全て制しているんです。一般棋戦というのは朝日杯、銀河戦、 NHK 杯、将棋日本シリーズ、この4つなんですけども、これを全て制した。全て制することをグランドスラムというらしいんですけども、グランドスラムを達成した。じゃあこれは何人目か、史上初の快挙なんですね。この長い歴史の中で誰もやったことがなかったそうなんです。じゃあこの一般棋戦を全て制したことの意味合いは何か、師匠の杉本さんに聞きました。杉本さん、うまい例えをしました。例え、陸上選手に例えたら、マラソンもそして100メートル走、短距離も強い選手だということなんです。どういうことかというと、タイトル戦というのは持ち時間が長い、一般棋戦というのは持ち時間が短い。タイトル戦でいうと1日制のタイトル戦はだいたい持ち時間が4時間から5時間、2日制のタイトル戦だと8時間から9時間、名人戦が一番長くて9時間なんですけども、そういった
長期戦でも勝てるし、さらに短期戦でも勝てる。これ NHK 杯って持ち時間基本的には10分です。10分ですよ。で、その時間が切れたらあとは行って30秒以内で指すんです。30秒です。この30秒以内に次の手を考えて指さなきゃいけないんですよ。瞬発力が必要ね。こちら瞬発力が必要で、こちらは持久力が必要なんです。で、どっちも強い人というのは、まあ、羽生さんは強かったらしいんですけども、ここまで強かった人っていうのは、歴代でもいないんじゃないですかね、と師匠の杉本さんは語っていました。すごいですね。マラソン強くて、100メートル走も強いという。これが藤井六冠無双の強さなんですね。そして勝率もすごいんです。あ、またすごい言ってしまいました。歴代勝率記録ベスト10です。ベスト10見ますと、トップは1967年度の中原誠さんです。8割5分4厘1年間、つまりその1年度ですね。そこでいかに強かったかというのはこの勝率を見れば分かります。藤井さんは2018年度の藤井聡太さんが3位、8割4分9厘4位が2020年度の藤井聡太さん。そして羽生さんが1995年度の羽生さんが5位なんです。6位にまたいました。2017年度の藤井さん。8位に2022年度今回の藤井聡太さんがいるんですね。8割2分8厘です。で、ここに彼の強さがあるんではないですかというふうに師匠の杉本さん言ってましたね。なぜかというと、2022年度っていうのはこれタイトル戦ほとんどでしょ。だからめちゃめちゃ強い相手としかやってないんですよ、ね、めちゃめちゃ強い相手とやって8割2分8厘の勝率っていうのはやはりここにまた価値があるんではないか、彼の強さというのはここに現れているんではないかということなんですね。さあ、それでは藤井聡太六冠の通算勝率どのぐらいだと思いますか。皆さん、通算勝率はこれです。8割3分4厘。強いですね。今本当に無双状態と言ってもいいと思います。現在六冠ですけども、名人戦が、まあ、4月以降に始まって、そして、まあ、早ければですね、8冠目、王座戦も、タイトル戦も、まあ、年内に達成する可能性も出てきました。まあ、しかしながら、これを達成していくにはですね、やはり勝率8割台をキープし続けることができるのか、このあたりが一番のポイントになってきそうですよね。それにしても本当に強い藤井六冠、今度また深掘りさせていただきます。